さらに重要な出来事が起こった。ウィッチャーはかつて面倒を見ていたシリラが長旅から戻ったこと、そしてその身に危険が迫っていることを知った。皇帝の命令とイエネファーの頼みによってあいつはシリラを探すことになった。クイーンハール、トゥブクレディベル、ベシーサイン、バッグエンゲラルト。お、すげえ。現在自分がいる地域の地図に戻るには X を。見たい地域の地図を開くにはその地域にカーソルを合わせて A を押す。なんだよこれ、推奨レベル5なんだけど。ちょっと修行してこないとダメ。いやもうベレンに行くよ。ゲラルトはイェネファーとの再会を喜んだが、ビジマではさらに重要な出来事が起こった。ウィッチャーはかつて面倒を見ていたシリラが長旅から戻ったこと、そしてその身に危険が迫っていることを知った。皇帝の命令とイェネファーの頼みによってあいつはシリラを探すことになった。捨ててしまうよりは職人に分解してもらった新たな装備の素材に使った方が有益だ。なるほど、なるほど。アードは火を消火する以外の敵の炎も消える。アビリティを強化する変異誘発剤はアビリティの色と一致していれば獲得できるボーナスが増える。力の場から追加アビリポイントを得られる。力の場は世界中で見つかる。商人が変われば売っているアイテムや値段も変わる。例えば刀鍛冶の方が鎧職人よりも安く剣を売ってくれるかもしれない。おお、なんだこれ。5日後、ベレン。おお、吊るされてる、吊るされてる。拡張パック、無常なる心ご購入いただきありがとうございます。追跡中のクエストが無常なる心の最初のクエストに変更された。クエストの推奨レベルは30以上である。え、何だこれは。30以上。ルーン採掘士、
張パック無常なる心グレイチュルーン細工師と遭遇することがあるかもしれない。ルーン細工師は本のアイコンで地図に表示される。遥か遠方の地から来たこの新しい職人はその神秘的な知識を使って装備品を大幅に強化してくれる。彼を探し出すその目で彼の力を認識。血塗られた美酒拡張パックに残す。このモードでは全てのゲームの本編のメインクエストをプレイできる。血塗られた美酒のクエストは追い詰められた詩人のクエスト化にすれば開始できる。入れるか。一回終了するか。終了。